キエラ、こんばんは。こんばんは。やっほー。メイキング見てきた？ありがとう。メイキングね。メイキングなんかびっくり、突然。びっくり仰天。そう、メイキング上がると思わなくてびっくり。もうさ、そのファンの方が言ってくれてたんだけど、2年前とかみたいなこと言ってて、マジかみたいな。なんか2年前とかもう顔がなんか幼くて、なんかもうね、なんか今と違った。2年半前なの？やばすぎる。もうそんな経つんだっていうか、普通に前すぎてびっくり。え、それな、アルバムなだもんね、全部内緒の。本当にやばい。昔でライブのグッズ買い、え、そう、ライブの、そうだよ、今日なんかいっぱいなんだよね。まずそのメイキングもなんだけど、メイキングはね、さあ後でツイートしようかなって思うんだけど、そう、全部の衣装からそんなに経ったんだよ。うん、そうで、そのあれと、あとはそう、情報がたくさん、あとはオンラインお話し会と対面のお話し会もね、あの応募が始まったから、そう、応募の対面もね、そうっていうのと、あとはめっちゃ嬉しい、嬉しい、あとあれだよ、グッズ、6周年のグッズも公開されて、今回は可愛い感じだね。言い方が可愛い感じです。盛りだくさんすぎるよね。突然来たくない？こんばんは。シナのメイキング、ありがとう、嬉しい。りょういけろ、ありがとう。対面申し込んでくれたの嬉しい、ありがとう。来てくれるの、風邪ひかないで来てね。うん、うちはゆるさのハート作り方、え、ねえ、本当に一緒に決めたわけじゃないからね。なんかこう見てたんだよ、私のハート一人しかいないからと思ったら、いおりがいた。すごくない？偶然だった、偶然でした。17日、ありがとうね、いいよ。そう、あのあと証明写真みたいなやつもじわんない？私なんかハートしてたけど、じわ。こんばんは、こんばんは。ジワです、とっても。そう、妖精の証明写真、武道館ぶりだね、あのハート。そう、あれ私いつもだいたいなんかこれとかあるかなと思って、これあんまないかなと思って、そうハート、うん、対面当てて、対面遊びに来てね、本当に。今日はそうだよ、2つ、最近よくやりがちだよ。妖精好き？証明写真、あ、そう、あれね、スマホの裏に挟むらしいよ、なんかそう言ってたみんなが。これなんかちゃんとなんかこう大丈夫ですかねみたいな感じで言ってたら、みんながでもスマホとかの裏に挟めるようにとかって、うーんってなった。そう、生写もね、あのマリン衣装で可愛いです。うん、グッズ可愛い。そう、対面の日程来て来て自信、うえ、嘘、いける、ありがとうね、嬉しい。何？お元気？何これ？お元気っていう。
なのこれ、お元気だよ。ねえジュアル、なんなのこれ、な何がお元気。面白い、証明写真本当に可愛い。ありがとう。あさってね、また赤ずきん、赤ずきん、前髪メイクリップ、ああ前髪、あ待って、前髪クリップね。え待ってたよ。待ってたよ。笑い方が変、おかしい、おかしい、おかしい。ほっぺた赤くなった、チークです。ジュアル、なんなの、お元気、お元気ですけど。シオのメイキング、ありがとう、リョーク。メイキング見ながらショールを見てるよ。すごい、いっぱい見てるの。はいじゃないよ。こんばんは、みーちゃん、こんばんは。笑い方好き、なんかウケるくらいお元気。今日は目ピンク強め、そう強い今日は。そうね、このゲートおもろい。しかもなんか何のって感じ、急に赤ずきん、急に赤ずきん、なんか今赤ずきんの季節、癒しの時間来たね。ねえ、なぜ赤ずきん、待ってたよ。これ何、これなんかのキャラクターですか。あ、ハロウィン、ハロウィン、ハロウィン、シュンク、ハロウィン、ハロウィンなんだ、待ってたよ。キラキラ、さあちゃん元気出して。なんか鈍い、鈍くない、なんか今日も久しぶりに来た、レンレン、ありがとう。やっほー、ザマイちゃんハートありがとう。あ、ごまさば？え、なんかさ、待って、また新種じゃん。カズキン？ごまさばありがとう、ごまさば？ミスありすらしかかたん。酔ってないよ。何にも飲んでない。あ、お茶。お茶。お話しかありがとう。ねえ、ごまさば？お願い、ごまさばさん一回書いてもらっていい？ね、お願い書いて、赤ずきん書いて、お願い。お酒飲めるよ多分。書いてみんな、違うんだよね、頭むずいよこれ、おかしくなって、オリジナルダメだって、おかしくなっちゃうじゃん、またお願い。でもみんなね優しいんだよ、書いてくれるんだよ、なんだかんだ。最初だから書いてみてね、えいつも言うじゃん。でもちょっとお願い、へんちくりになるって、へんちくり。シネマのメイキング見てきた、ありがとう、見てくれて。スクショして頑張りない。ねえ、赤ずきむずいよ。赤ずきヘンチクリンバージョン、マジか。気合で書いて、みんななんか冷たい。どうして、どうしてそんなに冷たいの。ん、最初だしいいじゃん、じゃないんよ。ごまさば、なんか書いてほしい言葉ある。ごま、ごまさば、ごまさばめっちゃなんかツイートいっぱい反応してくれてありがとう。書き終わったら答え合わせする。違うんだよ、答え合わせさせて。さっきに最近しゅちゃん好きすぎたわね。
最近ね、好きでいてくれてるね。一人でできない、リサは。いや、私ってマジね、一人でできないことばっかり、本当に本当にやばい。一人でなんかやってって思うし、自分でも、書いてくれたの。今日はね、パールベージュ。優しい、書いてくれた方いるの？対面もしかない、ありがとう美咲ちゃん。え、待って、ちょっと見よう、一旦見ます。ん？これで、どこ？どこ？さあちゃん、やっほー。6周年のグッズ最高に可愛かった、嬉しい。見てくれたの？可愛いよね、6周年のグッズ。カニ待ってるよ、対面話そうね、一緒に直接会えるんだからね。2月寒いよ、絶対にね。パールベージュ、そう、パールベージュめっちゃいい、かわいい。これ漏れるよね。サークルに送ってくれた？待って、どう、待ってね、様子がおかしいから。いくら映画で、映画がいくら、え、ありがとう、見てくれたの、リサちゃん。対面もよろしくね、よろしくね、よろしく。リサの、なんかリサの配信を見てるとお腹がすく、え、嘘。でも私、あの、何もあれで、今日は食の話してない。こんばんは。ね、待って、ちょっとみんなからのとこ見れない、なんで、どうして、送ってくれたの、なんで、なんかおかしいな、なんで。なんかさ、届かない。赤ずきんでイメージめっちゃ変わる、本当に。うんうん、最近友達に会話復旧してたら見事、嬉しいよ、友達ちゃん、よろしく。ハッシュタグで調べよう、 OK。 うん、これで、ん？ねえ、なーい。なんで？ねえ、なんか見れなくなったんだけど。でもね、サークルは見れるんだよ。え、ねえ、ないんだけど。ねえ、ない。出てこない。みんなが、メイキングのことについて言ってくれたりとかしてるけど、ない、どない。うん、なんで。個別のうちは可愛い、今回はハーフツインにしたよ。自力コース、お願い、どうにかしてもらって。なんで見れないんだろう。待って、見れた。あっ、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 みおちゃん送ってくれたの？
でも今みおちゃんしかないよ。あ、さっき書いたって言ってなくない、なんでだろう。ここがやっぱりねえ。でも待って、これむずいわ。でも待って、書く、待って、なんでこんな上手なの、どうすればいいの。わあ、りさ、これ頭の形より、こうどうやって、どうやって書くの。待って、これは期待。でも大丈夫、リサはオリジナルじゃないから、一応参考画像をもらったから私は嬉しい。お目目をキュルキュルにする。で、目はキュルキュルで、なんか鳥さんいんの、鳥さん、鳥さんちょっとうまかんないかも。鳥さん、鳥さん、鳥さんはちょっとおまけみたいな感じ。鳥さんマジむずいな。待って、鳥やばい、鳥ちょっと一旦考えた方がいいかも。様子がおかしい、なんかなんかハロウィンバージョンみたいなハロウィンバージョンみたいになってちょっと気まずいかも。なんかめっちゃ怖い顔が、なんか目が怖い。ガチやばい。ちょっと送る、送るじゃない、送るじゃない行くわ、見せる。ハロウィンは器用。なんかでは行ってみます。はい、こちらごまさま、最近りさちゃん好きすぎるとありがとう。ごまさま、これはあの花子が送ってくださって帰った赤ずきんちゃんで、鳥さんはあのいなかったんですけど、ちょっと鳥さんいたので書きましたけれど、なんか鳥さんのなんか目が怖くって、ちょっとハロウィンゴーストみたいなところがちょっとあってですね、こちらちょっと怖いんです。赤ずきんなんか栗っぽい、なんか栗になっちゃった、どうですか。鳥の肩身の狭さ、え、それな、やばくない、鳥やばい、結構怖い、あの目が怖いんだよ、よく見てこの目マジ怖くない、ハロウィンなんだけど。スライムやばい、スライムやばい、やばすぎるんだけど。はい、鳥さんかっこハロウィンバーということで、まあ10月なのでハロウィンバージョンということでお送りします。はい、ではスクショタイム。はい、ごまさまありがとう、これからもずっと好きでいてね。怖いハロウィンバージョンの鳥さんよろしく、いつもありがとう、いっぱい反応してくれて、ツイッターも見たよ、たくさんありがとうね、かわいいっていつも褒めてくれてありがとう。はい面白い本当に、え、なんかいつの間にか変わるんだもん、ギフトが。なんか上手に書けるようになったと思ったら新しいのがどんどん来て、うん、ありがとう。みどちゃん、初見さんもありがとう。ハロウィン来ちゃうよ。うん、
さきちゃん対面応募してありがとね、会おうね早く。やっほー、三角チョコパイ送ってくれた。三角チョコパイなんかみんながめっちゃ送ってくれてたの、写真美味しいよって。みんな初日からすごいよ。広島の山ちゃん、え、ねえ家だ、待って、やばいやばい、来てる。どないちゃん、どないちゃん、どないちゃん、え待って、リペア、え、リペア初めてだよね。リペア、あれでも初めてじゃない、初見ってなってない。リペアもありがとう、赤ずきんちゃん、リペアありがとう。おばあちゃんのお家タワーっていうの、なんだそれ。今日も監視した、家かけない、どうしよう。一旦リペア書いていい、リペアから。じゃその間にみんなお家書いてて、応募していた、いいよろしくリナちゃん。リペアに書く、あれリペア初めてだよね。リペア初めて、トシヒロ久しぶりすぎ、忘れられたかと思ったよりさんの存在。え、リペア初めてだよねマジで、ありがとう。なんかちょっと鳥さんリベンジさせて、もう一回リペアに書きます。書いてほしい言葉ある？うん、リに鳥メインみたいになっちゃったよ。タカハートありがとう。エコーのアイちゃん久しくカタン、キュー久しくカタン。沼の一言、え、むずい、なんだろう。わかった、鳥大きめに、え、なんかね大きめに書こうと思ってるのに、なんかいつもスペースがおかしいんだよ。なんか文字をさ詰めちゃってさ、結局そこが難点、どうしてか。もう一回行くわ。でもこれ鳥がこう雫みたいな感じなんだよね、やっぱり。やっぱ様子がおかしいな、なんか。怖い。鳥じゃないよ、これなんかもう。ガン決まっちゃった、ガン決まっちゃったよ。リピア、リピアこれ引かないでね、お願い。では行ってみたいと思います。はい変わってない。はい、リピアこれからもリサのこといっぱい愛して、ありがとう。リピア初めてだよね、初めてのゲット、ありがとね。もう私のこの鳥見てドン引きしないで。鳥屋の一応書き直したんだこれ私。でもなんかこれ顔の形がなんかその丸でいいのかな、雫みたいな形にするからちょっとおかしいのかな、丸にすればいいのかな、ちょっとよくわかんないんだけど。ありがとねリペア、これからもよろしくね。ごまさまにリサちゃん、リサちゃんって言われて、あ、そうなの、なんか友達？友達ですか？
じゃあ友達ということで、ゴマサバとレフェアで会いに来て今度。待ってるね。ありがとう。はい。ありがとう。はい。ありがとう、ごまさま。なんか言ってくれたりして。ありがとう。ねえ、鳥の子やばいんだよ。リピは怖がんないでね。うん、よろしく、この子。ハートなんか泣いてないよ。ありがとう。うん。ありがとう、リピはこれからもよろしくね。やばい。鳥難しいよ。どうやって描けばいいの？鳥さん。うん。描けた鳥。ちょっと今度鳥描いてみんな。今度この鳥。よろしくね。ねえ、みんな、お家描くよ、お家。お家。お家描きます。広島の山ちゃんだよね。広島の山ちゃんに描いていきます。やっほ。鳥苦手、マジ鳥無理、怖いんですよ。うん、マナエ iPhone15 に、すごい、15にしたん。最新だよね。15いいよな、絶対いい。広島の山ちゃん、お家描けるかな。描いたことないよ。うん、今広島の山ちゃんも松田和さんかな。まだいる？対面申し込んだ、ありがとう。来てくれるの、オニオンさんもさ、いつもありがとう。話し会の時にいっぱい話してくれて。サザエさんハウスみたいだよ。広島やんちゃんいるよ、ありがとう。書いてほしい言葉ある？なんかある？ありますか？ねえ、マジで優しい絵描いてくれてありがとうね、みおちゃん。参考にさせてもらうね。対面お話し会をして、ありがとう、あやちゃん。行こう、なやちゃん。こんにちは、こんにちは。家むずいよね。ありがとう。対面おすすめしといて。シンプルに発した。あ、オッケー。初だよね。ありがとう。本当に。見てくれるだけであれなのに。ありがとう。対面行ってみて、あー遠いよな、わかり、少々。うわ、お家むずいな。ん？やば、崩れそう、お家。崩れそうすぎる。ガチむずいな。口がおかしくなる、口調が。公平、ハートありがとう。やっほー。むずい、すごい。なんでそんなにかけたの？なんで、どうして？立体に描くのって難か、どうやって立体に描いてんのこれ。こうなって、こういうこと？私立体の絵って描くの苦手かも。斜めに描くんだよね。ちょっとマージわかんないんだけど。
やばい、待って、これはやばいかも。なんか見ても難しい。どっから書けばいいの？屋根？こうやってさ、屋根とかが書くところ時点でさ、違うんだよね。まず来てる来てる来てる、ガチ真剣。立体なんか習ったかもやけど、もう何年前って話よね。普通に監督、あー、よくある、みんな言ってる。家の気持ちになる、やばい。え、これなんかさ、尻尾みたいな、何これ。なんとかいけた、なんとかいきました、なんとかいけたよ。やった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 、なんとかいけました、いけた、いけました。狼の尻尾みたいなのいるよね。なんだあれは。はい、ではじゃん、広島の山ちゃん、初タワーありがとう。広島の山ちゃんありがとうね、初めてのタワーさんありがとう。お家書きました。こちらこそありがとう、ありがとうね、ちゃんと立体ね。みおちゃんのおかげでよ、本当にありがとうね、描いてくれて感謝すぎる、マジで。やっぱ無理、私みんなの絵がないとやっていけない、描けない、上手に。そう、めっちゃうまい、ほんと。じゃあ見たからだよ、上出来いいやん、上手すごい。よし、ありがとう、描けた。え、そう、ファンの方うまい、マジで。なんかすごい、マジ描けないんだよね、リサ立体の絵超苦手。ありがとう、これからも見ててね、ありがとう。絶対に描けないよね。なんかさ、立体ってなんかどうやって描くのって感じ。なんか普通にそれがむずいよね。こんばんは、ガチむずい。サイコロは、わかんない、なんかその四角、あ、でも無理かも。なんかそのどうやってどっから書くっていうその感じ。そう、タイムを話しか合わせて、ありがとう、ゆりるちゃん、また話そうね。カズこんばんは、こんばんは。立体むずいよな。そう、どっから書くかって話なんよね。試し使うが絶対、すごい、ありがとう、話そうね、絶対。もう明日対面の登録、なんか早いんだよね、時早いんです。そう、今日はそう、カラコン違うの、パールベージュです。メイキング本当にやばくない？2年半も前、大丈夫そう？普通に恥ずかった、見られるのは。ありがとう、でも嬉しい、見てくれてありがとう、嬉しい。今日 SNS、 あ、ね、送ってくれてた、行くよって。どうだった？そう、三つ編み懐かかったね、普通に。目の下のキラキラ良かった？今キラキラ、例えば友達、ね、すごい楽しみ、マージ
楽しみ、マジやばい口癖本当に。楽しみにしてます。これさ、ライトつけた方が絶対もっと見えるよ。つけてみる。ギフトめっちゃ変わるよ。メイキングマッシュ。嘘、タイポンありがとうね。2年前だからちょっと大人になったよ。しおりさん大人になった、なったよね。さすがに2年半前だと人って大人になるよね。やっぱりタワー来てるさん、鳥さんチャレンジ。ちょっと一回火つけてみようか。火ライト待ってね。大人になった。はい、ほらなんかちょっとこっちの目赤いけど、サンセットちょっと気まずいのでこれでいってみましょう。待って、でもちょっと待ってね。だあやちゃん、あやちゃんと最近あやちゃんって子多いんだよね。あやちゃんに書いていきたいと思います。慣れてきてないよ。慣れてないからちゃんと見える。保存しとかなきゃ。私保存してないと書けない。今日はパールベージュ、パールベージュのお目目なのでちょっとギャル味があるかもしれません。ほらどう、ゆまゆまくまありがとう。 I love you。 あやに書きます。あや書いてほしい言葉ある？うん、ギャルリサいい。なんかギャル、そうこのね目になるとギャルっぽいよね。ちょっとちょいギャルっぽい感じ になります。夜勤頑張る、頑張れ夜勤。明日誕生日やば、バースデー、バースデーお祝いしなきゃ。それはハピバだね。明日は誕生日なのか、おめでとうだ。じゃあお祝いしよう。ちょっと早めのお誕生日。ハッピーバーだね。映画上手、本当にね、いや本当にあのあれですよ、見てるんですよ見てるので電話かけます。私ははい、見てなかったらかけません本当にうんやばいマジで。そう書いていきます。この頭が雫みたいになるよね。こうなってこうなってこう、お目目をキュルキュルに。なんかまた顔がまた顔が違うけど、明日好きな人に告白しよう。頑張れ、ちゃんと思いを伝えてきて。クリック感出してこう違うんだよ。なんかね、出そうと思って出してるわけじゃないんだよ。出ちゃうんだよね、なんかわかんないんだけど。どうしてどうしてどうして。鳥はとりあえず私は、あ、わかった。いやでもわかんない、なんか雫みたいになってんだよな。やっぱりこっちにこうなってこうすればいいのか。やっぱり無理、やっぱり無理だ。どうしたらいいんだ。やっぱり無理だった。今日の餌めっちゃ可愛い。ありがとうかな。では見せたいと思います。いきます、参りますよ。はい、
お誕生日ちょっと早いけどおめでとう、フライングおめでとう、ハピワ、あやおめでとう、最近いっぱいショールーム来てくれてありがとうね。ちょっとあの鳥さんやっぱり無理みたい鳥さんやっぱり無理みたいなんだけど、鳥いい？本当にやってる？そう絶対ちょっとね、鳥描いてみんなお願い、鳥描いてもらっていい？鳥も送ってね、鳥の目一応キュルキュルだからよろしく、ほらキュルキュルでしょ、ダブルでキュルキュルだからよろしくね、かわいい、ありがとう、えっちゃんおめでとう、一日早いけどもうちょっとってことだよね、でもやばい待って、ツイートもしなきゃ、ありさもやばい、もうちょっとあと20分ぐらいだね、20分だ、おめでとう、ハピバ、ありがとう、話し会も来てくれるの、ハピバだね、ハート、あや、ありがとう、ねえ最高の1年にしようね、一緒に、ありがとう、そうキュルキュルね、かわいいでしょ、キュルキュルが一番かわいい、おめでとう、明日もお仕事なの、誕生日なのに、うーん偉すぎ、え絶対明日は美味しいものいっぱい食べな、だって誕生日なんだから、偉すぎ、頑張ってね、しずくちゃん、よろしくしずくちゃん、です、お寿司食べるの？ねえ食べてきな、たくさん絶対、うん、おめでとう、ねえ誕生日だって1年に1回だから、美味しいのいっぱい食べるんだよ、周年のグッズありがとう、見てくれたもんね、周年のグッズのツイートがさちょっと今日大量すぎて、明日しようかな、ちょっと大量メイキング のツイートしたいからさ、ちょっと今からてか45分になったじゃん、しようしたいと思います、焼肉いいやん、髪型かわいい、最近よくやる、2つ、そして前髪薄め、そう文章考えてる、うん今日かっち、0時過ぎても大丈夫だよ、大丈夫はないよ、0時過ぎたら、0時は過ぎたらいけないんだよ、本当は決められてる、これはルール、インスタはちょっとまあそういうとこある、なんか時間が明確に見えないから、そうそう、少量じゃない、ツイッターはマジ明確にいっちゃうんだよね、本当にだからモーメントもいける、あモーメントでも怪しくない、ちょっと怪しくない、なんか若干少々、周年楽しみにグッズもありがとう、しれっとでも、うん、しれっとでもなんか、うん、なんかあんま遅いとな、普通にちょっとあれだ、かなかなちゃんありがとう、見せてくれて楽しみにしてて、うん、あ告知は確かにあるかもね、それは確かにある、そうそう、文章は考えてるけどちょっと不安、トンチンカンな感じかもしれない、文章がちょっと様子がおかしいかもしれないけど、うんうん、でもちょっととりあえずまあ考えたから、あの一応ねあげるよ、今日45分になったらあげます、対面応募してありがとう、嬉しい、本当にいっぱい来てくれるのありがとう、うん対面応募しました、ありがとう、取り替えたけどむずいよね、
鳥ってむずい。普通にメイキングの流れでシネマの嬉しい見てくれて、マジで2年前とかどころじゃなかったんだ。2年半やばいね、やばいやばい。やばくない普通に。 やばい45分になっちゃった。 やばい2021年か、やばいよ。やばくない普通に。時経ちすぎやろ。やばくない。いよいよ来週行くね。やばった。早かったよね。早いんだよな。ツイートしようかな。じゃあ行くよ。ツイートします。レッツゴー。2021年とかあったな。やばいよね。時やばくない。では行くよ。レッツゴー。行っちゃった。初めての感情だよ。本当に間違いない。朝晩寒いからね、頑張ろう。お姫様の2周年近づいて、やば。え、本当にありえんくない。なんかありえん、マジで。ちょっと時が、うん、おかしい。最近1年早い。え、2年前だっけ。いや、そうなの。え、てかなんならシネマは2年半くらい前らしい。2年くらいかなと思ってたけど、もう半分も行ってたの。やばいな。リビア、クマありがとう。 I love you。 ねえ、やばい。あのちゃんのね、そう、あのちゃんの番組もコラボが出演します。うん、そう、なんかトークパートにも出演していただいてるんですけど、なんかトークパートが本当に面白くて、本当になんかもう不安ですね。あのどこが使われるのとかも不安なんですけど、ちょっとね、楽しみにしててもらえたらなって思います。本当にね、なんか収録中もね、なんかもうみんな不安みたいな感じ、みんな大丈夫そうって感じだったんだけど、でもどこがもうどんな風になってるかがもうちょっと分かりませんけど、またあのツイートもしたいと思います。そう、本当に面白い。ヤッホーヤッホー。マジで面白い。結構そう、収録自体は結構長いって言っても、まあそんな別にめっちゃ長いわけじゃないんだけど、ただなんか内容がね本当に結構面白くて、そうそうです。ヤッホー。一回会うと思ったね。会おうね、絶対。かな、会おうね。あの番組好き。え、でリサもね結構見てる。そうそう、めっちゃ面白い。そうです。え、無事できてありがとう。やばいよ、1週間後ライブの実感ない、間違いない。本当にやばいよね。ドキドキ。嬉しい、いっぱいリプしてくれてありがとう。どないちゃんだよ、謝る。嬉しい、いつも聞いてくれてありがとう。やばい、ドキドキドキ。サイン会も楽しみにしててね。うん、もう1週間後1日目終わってるんで、やばい、本当にやばい。来週の今頃は4人なんかさ、これさ、イコノイジョイの時も言ってたよね。同じ会話したよね。
なんか来週の今はなんか富士急から帰ってんかなみたいな、やったよねこの話、え怖いんだけど。でもやっぱそういう感じなんだよね、ずっとなんかわかる、そういう感じ言ってたよね。みえちゃん会おうね言ってた、デジャブだよマジで本当に。でもなんか何でもでもそうだよね、イベントとかね。まあ確かに埼玉はさすがにね一時帰宅すると思うけど、さすがに、うん、やばー、マジか、会おうね本当。この以上やばいよ、激な扱い。この以上なんてさ、いつって思うぐらい前な気持ちなんだよね、すっごい。なんかそれで言うとサマステとかもなんだけど、なんか夏がなんかあっという間すぎて、夏は結構今年はハードめだったかも。なんか夏は結構フェス系がいつも多いじゃん、だけどなんかいつもよりかも、いつもよりかもじゃない、いつもよりか多かったかもね。人生初めてライブ、ありがとう。夏祭りが一番ハードだった。そう、本当にやばくて、夏祭りどうなるかと思って、なんか大丈夫かって思った本当に心から。舞茸ありがとう、舞茸、舞茸が好き。対面対面応援しました、ありがとう。こったありがとう。自主でちょっと気まずい、それ気まずいね。なんかいい思い出だったらあれやけど、ツアーレベル、そうだよガチやばい、夏祭りガチ笑うぐらいやばかった、その本当になんかって感じだった。これ本当に大丈夫、そのなんかお見せするとこに仕上がるかっていう不安がやばかった。なんかその爪なんかねやばい、本当にやばかったマジで。なんか脳もやばかったけど、なんか普通にやばい、なんか練習時間なんか少な短すぎて、なんかもう本番みたいな、やばかった。無事終わってよかった、本当に本当によかった。お疲れ様、お疲れ様。うん、そうマジで絶対かよちゃん思い出いっぱいねえ、本当に今お化け、ありがとうお化け、やばい本当にね。だからマジで本当になんか実質マジ1週間ちょっとか1週間ぐらいとかだったんだよね確か。やばくない普通に、なんかそれで大丈夫そうって感じだった。魔法使いね、そう。でも魔法使いとかに関しては、まあ、その「イコナイジョイ」でやってたから、なんかその大体は歌とかわかるけど、歌詞とかもわかるけど、でもなんかその「イコナイジョイ」の時あんま踊ってなかったね、だからそれは不安だった。なんか踊るからその時はって思ってそうやってたね。懐かしい、でもめっちゃもう懐かしい。そう通常のね、そうなん違って、この以上は楽しい、うん。愛ちゃんハートありがとう、かわいい、ありがとう。今年1年、基本的、いやそうだね、今年はなんかまあ去年もそう言われたら割とあったかもやけど、でも今年はなんかそのイベント系が結構詰めてたかなって思う。うん、そうそう、なんかその去年とかはそのみんながそのみんなに
には分かんない感じのあれだったけど、その撮影とかでそのまんまライブとか、なんかそういう見えない系のあれはあったけど、なんかそのイベントイベントって感じだったのは今年はそうだったね。でもそう、みんなもね同じそのなんていうのスケジュール動いてたりしてたから、みんなも大変だった。そうそう、2013年クラブ最後、分かんない、どうかな、どうなんだろう。ズッキーハートありがとう。やるお話ね、わかる、両話しかでかい、会える回数多いね、本当に。でも会えた方がねいいよね、やっぱ対面もあるし、あったしね、松葉の写真、嬉しい。そう、私人生初めて松葉したんだよ。はい、そしたらねコメント欄で思いのほか、松葉今までしたことなかったのみたいなコメントがあって、そう、私はまつげエクステをつけてたんですよ一時。そう、まつエクで、マジでその時もバッサバサだったんだけど本当に僕写真とか見たら本当笑うんだけど、なんかもうバサバサで、でもそうコロナ禍になっちゃって、なんかあんまり行くのがあれだったから、その間に撮影とかもあんまなかったから伸ばそうと思って頑張って伸ばしてやったんだけど、だからそれでずっとビューラーであげてたけど、まあなんか執念もあるしちょっとやってみようかって思って、そうやったの。そう、まつ毛のあれ、あ、ちょっと見せ方やばい、怖いけどでした。そうだよ、昨日のね投稿は、そう、前載せるって言ってたやつ、バチバチのまつげ、そうあげ、確かにビューラーするねあれがないから楽、時短だね、すぐ終わるよ。そうそう、昨日のインスタ成功だった、嬉しい、ありがとう。昨日のねインスタ好評だって、みんなはあまめちゃんが好きなんだねって思ったよ。そう、なあちゃんありがとう、お疲れ様、今日はなんかすごい顔、そうなんでだろう、でパールベージュだから、この目だから、この目してるといつもなんかあれ評判いい。ビューラー時間か、あまあまあ、あまあまあ、涙袋ぶち、そうぶちかけ、もうめっちゃ濃いよ今これ、マジね、これ配信でね見てたらね薄く見えるけどね、実際マジ見たらマジ濃い、マジ濃いから、やっぱ寝る前に対面をよろしく言う、まる。ビューラーの声も結局変えた、変えた、変えたけどね、なんかね、なんかね思うなんだよね、困っちゃう困っちゃう、同じメーカーなの、好き顔だった、ありがとう、いっぱいアフターなんて言ってくれたよね、見たよ、さややんちゃんと一緒に並べてくれてありがとう、花粉じゃない目赤いのは。ではランキング読みます13位、ズッキー、12位ワオー、11位カイト、10位ヒロミン、9位まっちゃん、8位ヤン、7位ゆまゆま、6位ミオ、5位ざんまいちゃん、4位あや3位広島のヤマちゃん、2位ゴマサバ、1位リピアでした。リピアとゴマサバと広島のヤマちゃんとあや、ありがとうね、タワーさんも1日早いお誕生日をお祝いできてありがとう、本当にあやちゃん明日は本当に頑張ってね、お仕事もありがとうございました。待って、無限時計つけるの忘れた、終わった、あー終わった、メイキングもねちょっと公開ぜひされているので見てみてください、よし大丈夫という感じでございました。皆さん見てくださってありがとうございました。今日もえらい生きててということで、あと30秒ぐらいで終わっちゃいます、もう本当にいっぱいだから今日は
6周年のグッズもだったし、メイキングもだし、お話し会とかもぜひ楽しみにしててください。みんなと話せるの楽しみに、さんもしてるね。あともうちょっとで終わっちゃう。おやすみ、バイバイ。イケラ、今日も生きてて偉い。お疲れ様。おやすみ、バイバイ。